美術館で展覧会がここで去年始まった時にこれ行っただけで、ちょうど どこだったのかあれは房総半島で、房総半島でがこの川海から流れてきて、でそこに妖怪で、もうずっとね、あの北欧に長くいたから、もう60年近くねいたから、本当に60年待ったわ。東京オリンピック前から、だから経験になるんだ。だから今太陽が沈まないのよ、白夜でね、ほとんど太陽沈まない、一日中太陽 で そのイメージと、で東京オリンピックのこともあったし、いろんなものを含めてちょっと書いた、これで今回の展覧会はあの何かあるんだよ長いこと、あの普通だったら 2,3 ヶ月で書いちゃうんだけど、どんな長くても、だけど急にあのコロナが始まったせいか、もう絵を描いて絵を描いて、であちこちあの沖縄行ったり、あの韓国行ったり、中国の方で展覧会やったり、いろいろあった、でいろいろなことがあって、あのこんな長く日本にいたことなかった、